シュコダ3 0 5 c m 級法とは第一次世界大戦でオーストリア・ハンガリー帝国によって開発された工場用球砲である。ベルギーとイタリアに建設されている要塞を破壊するためにシュコダ財閥によって開発された。開発は1906年から始まり1909年まで続いた1910年にはハンガリーで密かに実験が行われた。 モーリッツ軍務大臣によって24門が発注された。輸送中1914年9砲と輸送用の荷車。輸送の際方針は本体から取り外され荷車に乗せられた。砲弾砲はアウストロダイムラー製の15トントラクターによって砲身と砲台に分解して輸送された。50分で射撃準備が完了するのは当時の大口警報としては素早く。 移動能力に優れていた。砲弾には銃弾と軽弾の2種類があり、銃弾は厚さ2メートルの鉄筋コンクリートを貫通することができた。軽弾は半径400メートルもの殺傷半径を持ち8メートルものクレーターを生み出した。砲撃には15から17人の砲兵を必要として1時間に10から12発を発射することができた。 1914年の第一次世界大戦においては、ドイツ軍に一時対応された30.5センチメートル旧砲は、リエージ攻略戦において、ドイツクルップ製の420ミ、mm、リメートル榴弾砲、リッケベルタと共に、リエージュ周囲の捕類を砲撃している。ありがとうございます。